はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。はい、今日はですね、古いレンジファインダー機のご紹介をしたいと思います。というのはですね、今日ですね、先日アップした動画を見ていて、まあ、トイカメラのね、あの動画をアップしていたらですね、視聴していただいているウッピーウッピーさんが、マミヤのルビーを、磨いているというかね、いうお話がありましたので、あ、そういえば僕もね、あのマミヤルビー持っていて、でしかも、結構思い入れの深いカメラなんですね、ということで、今日はマミヤルビー、はい、についてお話をしたいと思います。これマミヤの 35mm で、ルビー 2.8 っていうことなんですけど、マミヤのセコール 48mmF2.8 というレンズがついているので、よくマミヤルビー 2.8 と言われるカメラらしいんですけれども、マミヤルビー 2.8 について詳しい情報がないのかなと思って、Google でググったんですね。そしたらですね、あるブロガーの方がこのマミヤのルビー取り上げていて、誰かって言ったら一人フォトでした。ということで、かつて私がね、アメブロでね、このマミヤルビーについてご紹介をしていたということで、発売は1959年の9月、昭和34年ですから、私が生まれる2年前ですね。で、ここにセレンがついていて、上に、はい、露出系があってということ、露出の針があるんですけれども、残念ながらね、私のはね、セレンはもう動かないカメラです。当時、ボディ本体が17,000円、で、はい、ケースが1,500円で、合わせて18,500円だったということなんですけれども、当時の初任給から換算すると、だいたいカメラが34万円くらいで、ケースが3万円くらいしたんじゃないかと、まあ、言われる。やっぱりカメラがね、高級な高価なものだった時代のフィルムカメラです。シャッタースピードは1秒から500分の1秒までですね。で、ここのあのセレンもですね、動くことは動くんですけれども、実はですね、このカメラね、すごく私思い入れがあって、購入したのがね、おそらく2014年頃だったと思います。どこかのね古い写真店で購入したんだと思うんですけれども、当時ね、こういうフィルムカメラって私は見るのが初めてで、こんなに古いカメラがあるんだと思って、それで購入しました。ですけども、やっぱり、当然ですけど、シャッター幕が開かなくて、ということもあって、修理に出したんですね。そしたらね、 NHK で当時なんですけれども、カメラの、修理のお店の、特集をやってたんですね。それがね、大分県にある、大分カメラ修理センターというお店で、そこの経営者の方がね、一台一台、丁寧にフィルムカメラをね、オーバーホールしていますっていうような、番組をやってたんですね。で、それを見て、私ね、その時、大分カメラ修理センターにこちらをお送りして、修理していただいたんですよ。で、修理していただいたその記録がね、まだ手元に、あるんですけれども、どんな感じだったかっていうと、ね、本当にね、はい、これです。これ、どんなものが入っていたかっていうと、このカメラをこういうふうにばらして、で、
全部組み立て直しましたというそういう証拠写真をね、載せてくれていました。でセレンの基板ね、もうねちょっと使えなかったんでセレンはもう使えませんっていうような部品も入っていて、当時のね修理代金が修理代1万5000円ですね、1万5000円ということで、本当にね丁寧に修理させていただいたんですね。で実はその後ね別のカメラを修理してもらいたくてお電話したんですね。そしたらね実はちょっと高齢なのでねもう修理受け付けて、いないんだけど、もしどうしても頼まれればね修理するんだけれど、でもまあ基本的にはもうやってませんというような話がありました。で残念ながらね私この大分カメラ修理センターでお願いしたカメラ、この1台に、まあ、なってしまったんですけれども、もう今はねホームページ見てもね完全閉店ということになってますので、もう修理は行って、まあ、いらっしゃらないそうです。まあこの時はね2014年なのでね、もうあれから実はもう、9年まあ10年近く経つわけですよね。当時も、かなり高齢だったようですので、お元気だといいなと思いますけれども、このカメラでね実はね実際にやっぱりねフィルムカメラ好きなので撮影しました。今日これからねスライド動画でご覧いただく写真ですけども、まず2014年の12月30日、まあこの年はね身内で、ちょっと不幸があって、まあお正月のない年っていうかねだったので、妻と2人でねなんと青春18切符で信州の木曽から、三宮神戸までね日帰りで食べに行ったんですね。快速で、普通電車と快速電車を乗り継いで神戸まで行って、それで日帰りで帰ってきたんです。なので、ね、今でもね、よくやったねって妻と話をしますけれども、まず最初にカラーの写真の方は、コダックの SG400 という、フィルムで撮った写真。それから、モノクロの方は、イルフォードの400ですね、で、撮影をしています。でフィルムが余ったので、2015年の、1月なんですけども、まあ、この地区ねどんど焼き、まあ、いろんな呼び方がありますよね。お正月のね締め、まあ、前の年の締め縄とかね、だるまさんを炊き上げて供養する行事ありますよね。私のところはどんど焼きっていうんですけど、どんど焼きの写真が、このイルフォードの400で撮影した写真が数枚ありますので、それも一緒にねご紹介をしたいと思います。まあ、最近ねレンジファインダーなかなか使えませんなんていう話をしましたけど、やっぱりね実際に思い入れのあるカメラよく写っているし、やっぱりこれフィルムカメラって時代をね記録するものだなっていうようなことを、まあ、今回このカメラで撮影したフィルムをねもう一回見返して、やっぱり、カメラっていいものだなと思います。なかなかねスマートフォンだとその撮影したデータをねきちっと保存しておくってことはなかなかないと思いますし、まあ、逆にデジタルだとね今度データ量が膨大すぎてしまって、その中からね発掘するのがね結構大変なんですけども、フィルムカメラのいいところっていうのは、まあ、一本一本が、まあ、多くてもね36枚撮りで38枚とかねくらいですので、一本一本がいつ撮影したどんな写真かというのことを記録できるところがいいところかなと思います。ということで、今日はね、はい、
マミヤ、ルビー、48mmF2.8 で撮影した、今から約10年前のね、あの写真をスライド動画でご覧いただきたいと思います。まだまだね、撮りためた、写真ありますので、機会を見てね、皆さんにも、ご覧いただこうと思います。まあ本当にね、トイカメラもそうですけれども、あのフィルムの、画像というのはデジタルではなかなかね、あの表現できないような、あの写真が撮れてるなって、今でも今思います。はい。皆さんからの温かなコメント。皆さんのね、レンジファインダー機で思い出のレンジファインダー機って、どんな、カメラがあるんでしょうかね。もしよろしければ皆さんの思い出のレンジファインダー機、レンズ一体型のレンジファインダー機ですね。教えていただくと嬉しいなと思います。はい。それでは最後までスライド動画ご覧ください。さよなら。